まおめさんに来ていただいてます。いつもどんなものを食べてるかとか、はい、すごい食べてます。もう一回出した一瞬。はい、皆さんこんにちは、安藤映画です。そして今日はなんと結城まおめさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。初コラボです。私も人生初コラボなんです、 YouTube。 え、そうなんですか。そう、なのでコラボってもんがやってみたいなと思って、誰かやってくれる人を探してくださいとは言ってたんですけど、はい、初めてなのでドキドキしてます。喜んで嬉しいです、ね、今日はでも素敵なスタジオを、ね、お借りして、今日は結城まおめさんにピラティスを、はい、教えていただきたいと思います。はい、はい、でね、そのピラティスに入る前に、多分視聴者さんで結城さんがね、いつもどんなものを食べてるかとか、どうやってその体型をね維持してるかとか、すごい聞きたいと思うんで。そういう食がメインのチャンネルなんですよね。そうなんです、うちがね、そう、あの食べて痩せるっていうのを使ってて、うんうん、まあ、運動もやってるんですけど、主に食事なので、ぜひ聞きたいなと思って。ね、私も、食べ物は全く気にしないとかいうわけじゃないんですけど、とにかく量を減らしたいわけじゃなく、栄養をちゃんと取りながら、ま、お腹いっぱい食べながら自分の体がちょうどよくなる、痩せるっていうあんまり観点で見ていなくて、どちらかというと体が整う動物本来の一番美しい在り方に持っていきたいな。油断すると麺類とか米類とか、やっぱり脳が食べたくなっちゃうので、食べたい食べたいってなっちゃうんですよ。ですごい疲れてる時とか、自律神経が乱れてる時とか、食べたい食べたいって脳がなっちゃうんですけど、まあ立ち止まって、それは本当に体が欲しているかいっていうのはいつも自問自答するようにはしていて、素敵素敵。まあそれでももちろん食べちゃう時もあるし、あの常にプチートデイを作ってます。プチートデイですか。もう運動した日はプチートするって。あ、週4回運動したら4回プチートしてます。それプラマイゼロにはならない。あ、もうだから、あの運動して、そうです、運動した方がキープできるし、うん、で筋肉が結局ついていくと基礎代謝が上がっていくので、筋力が体幹にちゃんとついてくれば勝手に痩せてきます。おー、うん、ちょうどいいところ、なんかすごく痩せることもないと思いますけど、自分が動きやすい、こう気持ちのいいリズムが保てる体になっていくので、で、まあ、食べたいものは食べたいので、はい、はい、すごい食べてます。すごい食べてるんですか。お腹いっぱい食べるっておっしゃってて。そう、パンパンにはでもしないですよ、動けなくなっちゃうから。その直後に運動ってなった時にウエってなりたくないですね。まあ、腹7、8分ぐらい。へー。でもちろんあのスイーツも食べたいなってなったら食べるし、まあ、わかんない、皆さんいろんな考え方があると思うんですけど、すごく美味しいものに集中してマインドフルネスして食べると、うん、すごい幸せ、幸福感が得られるから、うん、食べるときは食べる、うん、ダラダラ食べをしない。あー、癖になるというような食べ方ですよね。そう、あとテレビ見ながらどのくらいの量お菓子食べたかわからないとか、そういうのは食べ物にも失礼だし、自分の体にももったいないなと思うので、うん、すごくあの大福がどうしても食べたいっていうものを取り寄せてワクワクしながら開いて、こうなんか香りを嗅いで食べるっていうのはすごく脳にもすごくいい時間になるから、ちゃんと主食も食べるし、おやつも食べるんですね。食べる方ですね。甘いものがそんなすごい好きなわけじゃなくて、どっちかっていうとお酒派なんです。お酒飲まれるんですか。もう毎日は飲まないっていうのを目標にしてるけど、毎日は飲んでしまうっていう、週5ぐらい飲んでしまうんですけど、週5毎日は飲まないっていうのを日々掲げていますけど、本当ガリガリっていう感じじゃなくて、本当にこう締まったガリガリすぎない、本当にスラッとした体型ですよね。なんか今ちょうどこう自粛期間中で、なんか運動不足でそのいうクラスにも通えないしみたいな方ね、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、お家でピラティスで痩せるというか引き締めることって可能ですか。で、運動が嫌いな人、好きな人っているって言うと思うんですけど、断言できるのは私も運動嫌いなんです。実は私もです。だけどそれは脳が嫌いなだけであって、はい、億劫です、いつも運動するのめんどくさいんですよ、行くのめんどくさい。体は、体の方は
は私ずっとサボってるんですと、うんうんうん、鍛えて使ってほしいですっていう筋肉のパーツがいっぱいあるんですよ。だいたい、まあ、例えばこの動画だったら何回ぐらいやったら結果って感じるものですか？うん、私は最低10回やってくださいねって言ってます。10回、うん、10回なら頑張れそうかもということで、はい、まおみさんに、うちのチャンネル初めてかな、ピラティス、はい、痩せるピラティスをちょっとご紹介いただきたいと思います。ありました。今日の10分はくびれにフォーカスしたピラティスをやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう、はい、10分間なので、ちょっとスピードそんなにゆっくりじゃなくスピードアップしてスムーズにやっていきます。まずはペルビックカールからです。このポジションが大事で、背中少し一番反ってるところに指軽く入れてみてもらって、でおへその下あたりに指は通るんだけど手の甲は通らないってくらいの隙間がある、うんうんうん、この状態がニュートラルな背骨で、今ちょっとだけチコッと少し下げてください、はい、そう、それぐらいが今ニュートラルです。その時に前も後ろもちゃんと具合よく使えるので、その姿勢が苦しかったらどっかまだ硬かったりするのかなと思います。で、膝と膝の間ぐ1個分開けて、足と足の間もぐ1個分開けてください。じゃあペルビックカール、肩甲骨しっかり定めてそこに置いたままです。息を吸って吐きながらおへそ側を自分のね、お腹の力で、足で押さないで、お腹の力でおへそ側をぐーっと下げていって、お腹を最高に薄くします。薄く薄く息吐きながら薄くしたら、そこからお尻持ち上げていきます。よいしょって持ち上げるんだけど、この恥骨が上がってる角度そのままに内ももキュッキュッキュッって締めて、膝と膝も開かないように気をつけながら、顎は軽く下げましょうか、はい、で膝が開いてきたので締めて締めて、膝もも膝と膝の間グー1個分をキープします。息を吸って水落ちから今度は点点点点と押してみましょうか。自分の背骨でマットに一つ一つこう骨の型を残していくような、そんな感じです。でもう一つチコツ降りるところまで、ニュートラルまで戻します。そうです、息を吸って吐きながらお腹再薄、足の力じゃなくてお腹を自分の力で薄く薄くしてから、チコツを先頭にして斜め一直線、自分の体が軸がこうしっかり斜め一直線、膝が遠くに伸びます。でハムもしっかり使って、お尻もキュッとね、ちょっと内側に締めておきましょう。息を吸って吐きながらロールダウン、ロールダウンなのでドンって降りるわけじゃありません。ヒップを鍛えてるわけではなくって背骨のストレッチしてるって思ってくださいね。もう一度息を吸って吐きながら、はー、お腹側を滑らせて骨盤スウェイしながら恥骨を持ち上げていき、そう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 、吸い吐きながらロールダウン。これちょっとね、内転筋がちょっと弱いのかなと思うので、膝と膝をもうちょっと軽く寄せましょうか、最初から、うん、でグー1個分をキープ。こう上に行くとね、ちょっとこうやってちょっとパカッと開いてきますので、少し内にギューッと締める力をちょっとより使いながら息を吸って、ラストです、はー、サイムスをキープしてキープして、そうそうそう、チコツ突き出すような気持ちです。息を吸い、首の力少し抜きましょう。優しく首をいただいて、息を吸って吐きながらロールダウンしていきましょう。これもくびれにいいんですか？これはね、背骨のストレッチですね。くびれを作るのに背骨周りが硬すぎると、うん、もうその以前に動けないんですね。なのでここからあと2つ背骨のストレッチするので、ちょっと起き上がります。起き上がってスパインストレッチ。スパインって背骨って意味なんですね、うん、で、座り方、まずは座骨を立てたい、お尻をよいしょよいしょにちょっとかき分けて、自分のこの尖った骨をピッピッて刺すように座ります。でその時に足も曲げますね、フレックスっていうんですけど、足首を曲げた上で、膝が体柔らか、ハムが柔らかければつくと思うんですけど、つかなくてもいいです、うん、この垂直とここの垂直保った状態で手を出しましょう。OK です。息を吸って吐きながら、前に一歩一歩、ここ股関節からバキッと折るんじゃなくって、自分の背骨をストレッチかけて、一つ一つ、はー、吐きながら順番です、順番、吸って吸って吐きながら積み戻します。うん、で下にいた時にどうしても肩がこう上がってくるんですね。なのでそれをずっと下げておきます。肩は下げて、
ここのね脇の下の筋肉をしっかり動員します、使っておきます。そうするとここのお肉が痩せてきますので、息を吸って吐きながらロールだ、うん、吸い吐きながらロールアップ、うん、とてもいいです。肩上がっちゃいますね。肩ね、どうしても力入っちゃいますね。ここリラックスリラックス、リラックス、あくまでも肩を上げたりここに力入れたり、うん、あと前にたくさん倒れることが大事なエクササイズじゃなくて、うん、背骨を上から一つ一つ丸めてカーブしていく、はい、気持ちよく一個一個カーブしていくので、もし足を伸ばしてるのが辛い人、うん、ここハムが硬いと伸ばしにくいので、そしたら最初ね、あぐらから始めてもいいです。初心者はこれで、初心者の方それです。あぐらから始めて自分で手を前に出したら、その肩が上がらないようにキープ。このね、脇にいつも体温計挟んでるようなイメージ、うん、いつも体温計挟みっぱなし、その体温計落とさないようにしながら、はぁ、はぁ、吸い、吐いてアップ。でもまあ、ついでにね、ハムも鍛えたいなと思ったら足伸ばしてやってください。できる方は足伸ばして。うん、次のエクササイズいきましょう。はい、でまた、お尻立てておきますよ。胸をしっかり起こして、だけど、腰が反りすぎないように少しね、お腹をふーって薄くする力を少し使っておきます。頭の後ろに手を置いて、はい、はい、右へツイストしましょうか。これも背骨のストレッチ、回旋の動きです。吐きながら左、はい、肩上がりかけて下げて下げて、そう吐いて、はあ、吸い、はい、なんか見てる側の方って地味な動きって思ってると思う。全身使いますね。そう、意外と今こう足が動きたくなるのっていうのは骨盤がこうやって動きたくなっちゃうね。これ動かさずに安定させて、おへそより上だけひねってください。上半身だけ。そう、それが一番背骨のひねり、背骨を雑巾みたいに絞っていきましょう。はぁ、左、はぁ、そうそうそう、もう一回ラスト一周、はあ、足もプルプルする。そう、足が出たくなっちゃうけど出さずに同じ位置に置いて、はあ、これ左右差ありますね。私右の方がねじりやすい、うん、そう、そういう、ね、左右差に気づく、自分の体の、うん、違いに気づくのもすごい大事、うん、じゃあここからどんどんどんとどんどんどんとくびれやっていきましょう。お願いします。はい、シングルレッグストレッチ、仰向けになって、最初じゃあ頭をですね、の下に手を置きます、はい、で指をしっかり重ねておいてください。で息を吸って吐きながら、まず胸を起こしていきます。胸を起こすときにお腹はさっきと同じように平らのまま、胸をうーんって折り曲げて屈曲します、うん、首をね、ちょっと曲げすぎる癖があるんで、はい、頭、後頭部は手に置いといてください、うん、で、そこから、はい、右足テーブルと吐きながら左足までちょっと、でこの丸めた、まあ曲げ、丸めたっていうかね、折り曲げたお腹をキープしたまま左足まっすぐ前に伸ばしましょう。で足の指先が同じ方向を向いておいてください。こうなってたりこうなってたりしない、はい、同じ線の上を描く、うんうん、はい、じゃあチェンジ、はぁ、はい、足ずれてる、チェンジ、はぁ、そうそうそう、同じ弧を描くようにして同じ線上に足が、はい、でチェンジ、はぁ、地味に上半身下がってきてない、屈曲させ続けて胸は上げとく、だけど首苦しくないように首はリラックス、胸を折り曲げたいだけです。これ呼吸どうしたらいいですか、うん、呼吸、吸って吐きながら足伸ばします、吸って吐きながら足を伸ばします、吸って吐いて、はい、そしたら今右足自分の方に来てますね、この右足の膝に左の肩近づけてクロスします。はぁ、で反対、チェンジ、はぁ、そうそうそう、吸い、吐いて、チェンジ、はぁ、吐いて、チェンジ、はぁ、ひねりね、ひねり、さっきやったツイストを思い出してひねっていきます。お腹を安定させて背中が反らない、ラスト一周、はぁ、吸い、吐いて、はぁ、はい、OK、 足戻して下ろしましょう。あー、すごい使ったお腹、もうなんかこれだけで汗バーッと出てきますね、じわって出てきましたね。はい、そしたら最後ね、うつ伏せの動きやっていきます。こっち頭にしましょうか。はい、はい、スイミングっていう動きです。で
今腹筋をクククって曲げてきました。今度背面から見て背筋を使って背中を持ち上げていきます、うん、はい、そしたら最初胸をふーんと 手の力使っていいので持ち上げてきて、でも腰にねスイッチが入らないように少し恥骨をマットに押し付けるようにして、おへそ長くするようにしてお腹引き上げておいてください、はい、そしたらその状態で両足持ち上げます。お、はい、両手を前に伸ばして、高さはなるべくキープですけど、そのまま人生最速の速さで戻してください吸って水泳みたい、吐いて、そうです、吸って吐いて、で振るのはももの付け根から、膝だけで振らないようにももの付け根から足を振ってください。吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、でもお腹ですか、吸って、んお腹です、これね背中、背中吐いて吸って、ラスト、はい、はい、はい、じんわり、そう、お腹鍛えたら背中も鍛えないと体のバランスが悪くなります。背中も特に上部ですね、うん、そうやって自分の弱ってるところを鍛える、固まってるところを緩める、うん、同時にやっていかないと体のバランスが整っていかないので、ほんともう一個あるんだけど、もう一個やっていい、もう一個ね、じゃあ多分ヨガやってるたりとかしたから多分これは結構得意じゃないかなと思うんですけど、うん、右足足首キャッチ、はい、うんうん、左足足首キャッチそしたら肩少しね、肩内旋しないように少し肩甲骨寄せて、うんうん、そこから息を吸いながら胸を持ち上げながらももも持ち上げて、そうで顎軽く引いて、はい、吐きながら吸いながらアップ、膝が開かないように内ももでしっかりちょっと閉じようとして、膝が開いていっちゃう吐いて、あと2回吸い吐いて、ラスト吸い吐いて降りましょう。吐いて最後レストポーズ取ります。肘ついてお尻持ち上げて、あ、ヨガでいうチャイルドポーズです多分ね、そう、私たちレストポーズって言うんですけど、レストポーズって言うんだ、そうで、背骨の今反らした背骨を今度逆向きに丸めてあげて緩めてあげましょう。気持ちいい、これ落ち着きますよ ね、 ね、はあ、息も整えます、うん、はい、そしたら中見ながら起き上がっていきましょう。おい、どうですか、ね、楽しかったね、たった10分ですけど、たった10分ですけど すごい汗かきました。本当良かったです、うん、この辺と今日もしねトレーニングやってもっとやってみたいなって思った方は、ゆうきまおみチャンネルの方ではまおびっていうトレーニングを週1回流していて、プラス毎日実は22時15分から生配信で10分トレもやってるんですよ。え、毎日ですか？毎日月目、ウィークリーの月目でやってるので、もしよかったら見てください。見に行ったらすごいいっぱいね、そういう体動かす系のものをあげてくださってて、はい、あとメイクとかいろいろね、女性を必見なチャンネルなんでぜひぜひ見に行ってください。お願いします。はい、ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画がいいなと思ったらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。ということで、ゆうきまおみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。